高産業創生大学院大学は、静岡県浜松市西区暮松町1955番一日本部を置く日本の私立大学である。2005年に設置された。大学の略称は高産業創生大学院大。高産業創生大学院大学は、光科学を中心とする科学技術系の大学院大学として、静岡県浜松市に設置された。学校の設置者である、 学校法人光産業創生大学院大学は理事長に浜松ホトニクス株式会社社長のヒル間テルオがつくなど産業界による支援がなされている。高産業創生大学院大学では企業など実業界での実践活動に力を入れている。陰性の学内での研究をもとに実際に起業させ、それらの成果を学位論文に反映させている。実際に教員、 大学生、あるいは、卒業生により、複数の企業が設立され経営されている。学部学部は設置していない。大学院大学を視察する、内閣府特命担当大臣、平井拓也と理事長、昼間明付属機関社会人学び直しニーズ、対応教育推進プログラム社会人学び直し、ニーズ対応教育推進プログラムとして、一件のプロジェクトが採択されている。 キャンパスは浜名湖にほど近く、敷地は浜松ホトニクス産業開発研究所に隣接している。ありがとうございます。